はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ボルダリングジムのチェーン店化を考えると題してお伝えしていきます。ボルダリングジムもね、日本各地いろいろ出てきまして、私もね、ボルダリングジム廃業しちゃって2年ぐらいになるんですけど、やっぱこう、私ね、うちのとこ4つまで店舗増えてたんですよ。4店まで行ったんですけどね、でも一気に廃業しちゃって今ゼロです。はい、でなんかね、儲かるときに、その、チェーン店、にしたら、ボルダリングジムって儲かりそうじゃんって、ちょっと考えてたことがありました。ただ、これは現実のものにはなりませんでした。チェーン店ってどういうことかっていうとですね、例えば、コンビニとか、例にとっていくと、多分皆さん知ってらっしゃると思うんですけど、コンビニは例えば、セブンイレブンとかファミリーマートとか、ローソンとかありますけど、なんか本部があるんですよね。本部があって、で、近くにあるセブンイレブンとかファミリーマートとかコンビニって、コンビニがあります。お店がね、近くに多分あると思います。で、セブンイレブンとかで出してるんですけど、基本はですね、この個人のお店なんですよね。個人の、もともと例えば、〇〇商店とかってしてたところ、ね、とかが、ここの人に、この、例えば、こういう称号を、というか、お店の名前を与えて、ここの商品を、こう、置くようにして、で、セブンイレブンなんとか店とか、ファミリーマートなんとか店とかでして、こうやっている形なんですよね。もともとは個人のお店のところで、で、契約をして、こうやり取りをするような感じになっています。で、一部はね、実は直営っていうお店もあるんですけどね。直でやってるお店っていうのも、本当に少ないんですけど、あるらしいんですね。ただ基本の形は、個人でこう、されてる人が、このコンビニの本部から、こういう、システムを入れて、レジのシステムとかね、商品を、並べるやり方とか、そういうのを習って、こうやるという形です。で、多分皆さんもいろんなニュースで今ね、問題になってて、コンビニのね、個人のやってるところが、24時間営業、もうできないと。で、結構このコンビニの、この個人オーナーさんですね、オーナーさん悲惨なことになってて、24時間で今人手も不足してますから、大変なんですよね。もう寝る暇なくやらされて。で、こっちの本部の方はむっちゃ儲かるっていう。ね。こっちのオーナーさん、給料もね、十何万とかになっちゃう人もゾロゾロいて、で、労働時間はね、むっちゃ長くて、バイトが入らなければ徹夜してね、夜勤もしないといけない。昼間も働かないといけない。みたいなことで問題にはなってますけど、そういったシステムです。で、これをね、例えば、例えばボルダリングジムに置き換えられないかなとかって考えてみたりしたことがありました。過去にね。実現はしませんでしたけど、で、ボルダリングジムでチェーン店化する場合は、何が重要かっていうと、一つはその工事ですね。施工ってこれいいかな。施工、工事する業者というかですね。で、ここで一つシステムを組まないといけないっていうのがあって、で、あともう一つはね、
結局この個人のオーナーさんとかがボルダリングジム成功すると、ここの契約切って個人で始めちゃうんですよね。個人ジムを立ち上げちゃうと。これをね、まあ禁止するのか、まあなんか阻害するような、なんかこういう、まあ契約ですよね。その辺だから法律関係にめっちゃ詳しい人がこの本部にいないといけないっていうところがあります。で、結局意外とね、ボルダリングジムって簡単なんですよね。コンビニって結局ここのところの商品をこう流さないといけないから、これ抜けちゃうとここのオーナーさん大損するわけじゃないですか。これ商品が供給されてこないからね。だからどんだけ低賃金でも長時間労働でもオーナーさん抜けられない、こうまあロジックというかですね、なんかそういうシステムが組まれてるわけですよ。で、だからこそまあ続けるんですけど、ボルダリングジムは別にここから商品供給されてないからですね、だから途中でこうめんどくさくなって抜けちゃう可能性があって、そこを防ぐシステムっていうのを組まないといけない。そこは多分難しいと思うんですよね。まあそこの問題っていうのがあります。で、ノウハウも、結局契約でなんか縛ってても盗んでこう同じことを始めちゃったりとかっていうことは普通に考えないといけなくて、まあ、その辺のことがあります。で、そうですね、大体そのところで、あとは課題作れる人、まあ結構登れて、まあ作れる人っていうのが社内にいた方がいいかなと。まあセッターさんですね。まあプロまで行かなくてもいいんですけど、セッターさんがいたら、自社だ、セッターさん、さん付けは自社ではいいかな。セッター、ルートセッターですね。まあがいた方がいいなっていうのはありましたね。あとまあこの本部がね、幅を利かせられるところとしては、シューズとか、それクライミングシューズですね。あといろんなこう、チョークバッグ、まあ、チョークバッグはそんな高くないけどな、ウェアとか、なんかその辺のウェアとか、まあ、その辺のギア関係ですね。ギアで、この辺の商材をこうなんかやれる本部みたいなのが、商材を扱える本部みたいなやつがあると、まあ結局ここにこう本部を流して、ここの個人のお店とか持ってくるっていうところで、まあいいかもしれないなと思います。ここの中にまあなんか 3% なり、5% なりこう乗っけて、下の人に譲れば、まあ本部は結構うまくまとまるのかもしれないです。まあそういうのを考えたんですけど、まあそうですね、すごく今から10年前ぐらいこれやってたらね、今頃すごいあれが立ってたんかもしれない。まあちょっと今は遅いかもしれないですね。で、そういうところでこの辺のものをまあ初期のうちに、例えば自分で工事ができるとかね、そういう人、あとまあ法律関係はまあそういう知り合いがいればいいと思います。まあ弁護士、税理士、とかそういうプロの方でも、法律のね方とかでもいいかもしれないですね。弁護士とかの知り合いがいるとね、まだ税理士とかでも結構法律詳しかったりしますからね、税理士さんとかでも、
まあ、そういう人とめっちゃ 仲が良くてという方がいらっしゃったらいいかもしれないですね。セッターはまあそうですね、そんなにむっちゃむちゃうまくなくてもいいけど、まあ一級か初段ぐらいまでの課題を作れるような人だったら大体いいんじゃないですか。うん、課題が作れるね。で、まあそういうので組んでいくということですね。そうですね、まあうん、その辺がうまく揃えばね、10年前だったらむちゃむちゃ良かったとは思うんですけど、まあ今となってくるとどうしてもそんなにね、今右肩上がりに行くとも思えない業界になってきたんで、苦しいかもしれないです。で、まあこのメリットはね、コンビニ化のコンビニじゃなかったチェーン店化メリットとしては、ここで1個成功するとするじゃないですか。これが成功したと、そしたら成功したね店舗をコピーしていくんですよね。これをねひたすらコピーしていくとね、1個成功したところ、またちょっと地域ずらしてまた1個作る。でそこでまた成功したらまた作ると、でどん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 ねこうねコピーしていくので、これがねうまくいきだしたら、資本はねこのオーナーさんに支払わせればいいので、その最初にね入る時の金額とか、まあ、ここのところですよね、300万とか500万とかなんかあれをさせて、であとはもう銀行の貸付をもう多分本部が斡旋したりしてこうね、ちょっと大手さんの銀行さんとかと組んで、やらせれば、資金とかもね、結構資金も借りやすくなると。だから要はね最初1個成功させればいいんですよね。でこのやり方でっていうのを作ってしまえば、2、3個ねこれが成功した段階でもう多分銀行さんもこのオーナーさんにその本部がこういう作ったなんかなプランを、こう事業プランですね、事業計画、事業計画書もねもうほとんどコピーみたいなやつコピペみたいなやつを作ってバンバンやらせると、結局銀行さんも貸すところ今ないからですね、貸しやすいと思うんですよね。はいはい、いやいいですよって、どん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 、あここの本部さんがやったところ で紹介したオーナーさんで、そのなんかすごい結核というかですね、ダメなこう事故とかなければ全然大丈夫、ブラックな人でなければ大丈夫ですよっていう感じになってくるんですよね。だから資金もどんどん投下できて、自分のところで工事業者とか持ってたら、工事もめっちゃ素早くねできるからね。でここの業者、工事の業者はね、この本部のところがどん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 コピーして同じようなのを作っていくから、部材もやり方も大体基本全部同じにして、壁の配列もほぼ同じみたいな感じでやっていくので、設計も一からしないでいいから安くできて、そのねマージンもこう本部に入ると、まあ、結構いいシステムだと思うんですけど、また繰り返し言いますけども、ちょっとね時期が遅いかなとは思います。まあ誰かね頭いい方、やってくださる方いらっしゃったらやっていただいて結構だと思います。まあ頑張ってみてください。ありがとうございました。